邸、魔法少女まどかマギカなどを手掛けたことで知られる東京の著名なアニメーション制作会社が静岡市にスタジオを新設しました。現在静岡市にアニメ制作会社はなく、アニメ関連の仕事を目指す学生などから注目を集めています。今月10日に静岡市葵区に新設されたこちらのスタジオ、魔法少女まどかマギカや化け物語などの人気アニメを手掛けたことで知られるシャフトの新スタジオです。アニメーションは主に首都圏を中心に作られてきましたが、作画のデジタル化やインフラの整備が進み、地方に住んでいてもアニメーション制作への参加が可能に。シャフトは地方進出第1号となるスタジオを静岡市に構えました。スタッフとして静岡市内の専門学校から2人が採用されたこともあり、アニメ関連の仕事を目指す学生などから注目を集めています。静岡にも少しずつアニメ不毛の地とまで言われていた地元に、少しずつクリエイティブな面が発達していったらいいなって思ってます。今日はシャフトの久保田光俊社長など2人が初進出の報告のため静岡市の田辺市長を訪ねました。久保田社長が静岡市内の学校に通っていたということで、田辺市長から一緒に静岡を盛り上げてほしいと激励の言葉がかけられました。本当に静岡から発信するようなアニメーションを作っていけるように頑張りたいなと思っています。シャフトは今後静岡市内だけでなく、東海地方の学生やアニメーション制作を志す人たちをサポートしていきたいということです。